前田和尚です。今日も禅の話をしてまいります。他人と比べないをテーマにして、まずは美しさを鼻にかけない。よくありますね。まあ、自分も衣やお袈裟をどういうのがいいのかな、みんなに綺麗だねとかかっこいいねとかと思われるようなものを選びたいと思う。そういう時っていうのは自分が多分美しい方がいいと考える。多分それが妄想の始まりなんだろうなと思っております。人は見た目を気にする生き物です。まあ生き物って言うと失礼ですけど、少し目が小さいことを気に病んだり、あるいは美しく見られようと精一杯背伸びをしたりするんですが、自分は他人より劣っていると感じると自信を失うし、あるいは年齢だと若さがなくなっていくなということを辛いと感じる人もいます。そんな外見を気にしたり怒ったりするような心の在り方を痛烈に批判している人もいました。だけども我々は見た目はね、綺麗にすることはできるけども、じゃあ大事なのはどこかって言ったら人間の中身ですね。まあ中身と言っても2種類があると思います。心身というぐらいですから、体の中身が内臓がいっぱい詰まって、病気すれば結局内臓を怪我してしまうのが充満している、あるいは細胞が全部死んでしまったら青黒くなって膨らんでいっていく、それは見にくいっていうふうに妄想してしまいます。だから自分は美しいんだと勘違いしているんですね。だから他人も自分と同じなんだから、そういう見方で軽蔑するのはやめなさいと、こういう教えです。人間は醜いもので美しいと感じて、それにとらわれる、妄想にとらわれるということなのだというふうな教えが禅の教えであります。しかし自分のために美しくなろう、これ大事ですね。見た目を気にするんではなくて、他人と比べるのではなくて、心地よさを追求するというか求めるべきだと思います。おしゃれをすることで気持ちが打ち込みそうになった時に、おしゃれは元気になります。多少のおしゃれは清潔感があったり、気分感情を雰囲気を良くするものだと思います。自分の体を大切するような気持ちでおしゃれをしたら、見た目を強く気にすることはないなと思います。頭の中を妄想にいっぱいにしないこと、そうするともっともっと綺麗にする。洋服だけだったらいいのに、首につけては、耳につけては、手につけては、指につけてはというふうになると、ああ大変ですね。そういう生活をしているとどこまでも小さいものを身につけていると大きいものが欲しくなる、大きいものが欲しくなるとお金も大きくいっぱい欲しくなってしまうというところに妄想の膨らみがね、自分を苦しめていくことになるので、おしゃれはいいんですが、ほどほどにちょうどいいくらいがいいと思います。人間の体には、まあさっき言った体っていう内臓の話をしたんですが、美味しいもの、見た目は美味しい、それから味も美味しいというものをですね、たくさん入れるんですけども、結局その栄養が十分に取られると結局出されちゃうんですね。まあ見た目も匂いも人それぞれでしょうけども、あまり匂いしすぎるものも体の中に入っていると、結局スキャンされると汚物が充満しているという結果になるので、そんなことも分かりつつ、美しいとは何だろうと思った時に、健康のこと、健康にあるべき、それが豊かになっていくことであるということも、今日はおしゃれの一つにしていったらいいと提案していきたいなと思っております。人には嫌なことを言われないようにしよう。嫌味や非難は誰のためにもならない。分かってることなんだけど、だからね、悪口なのか愚痴なのか非難なのか嫌味なのか、ついついというのがありますけども、せめて、あ、俺は今愚痴言ってんだなと、嫌味を言ってんだなという気づきっていうか意識っていうかね、これが大事なことです。これがない人は一生治りません、良くなりませんっていうことは、豊かにも幸せにもならないということを知っておけばいいことであって、ついの時は心の中でごめんなさいっていう、もとへという心を自分にスタートをかけて、また新たなゴールを
豊かに暮らすための心のありようを学んでいく、そういうゴールに向かってスタートしましょう。相手が喜ぶ声掛けも大事です。楽に生きるための真理があって、それを伝えるための言葉は穏やかであると信じています。ブッダもそうですけども、穏やかな声を投げかけるべきですという教えもあります。豊かな人生を送る、相手が嫌なあることは避ける、欲求をしない、相手の欲を逆なでするようなことはしない、あるいは喜ぶ言葉がかけられるように長い目で見れば相手の成長につながるんだということも一つ覚えていきたいと思います。好ましい言葉のみを語れ、結果が出なくても頑張ったら褒められたいもの、例えば小学校の運動会で明日一等賞取るな、頑張っておいで、どうだったって聞いたら結果が出ない、4位でした、ああ4位か、でも頑張ったもんね、3人分もっと他の人にも喜び与えたあなたは頑張ったよって言ったらね、大変喜んでましたけども、そういう好ましい言葉をねかけてあげたらみんな幸せになるんだろうと思うんですけど、なんせ競争心がいっぱいあるのが我々ですので、そういうことをねしっかり認知しながら、言葉を好ましい言葉を使えるように努力をして、そしてみんなを支えて埋めてあげれば、いろんなことで幸せもなるし豊かにもなるし、社会であれば生産性が上がっていくだろうという一つの教えだと思いますので、どうか禅の教えをですね、みんなで学んでいただければと思いつつ、今日は他人と比べない、美しさと花をかけないなどの話をさせていただき、終わりたいと思います。ありがとうございました。